とお伝えいただいていいですか。はい、コースなんですけども、まず行きについては、初心者の方もいますので、最初は、この大通りの歩道、自転車走ってもいいところを走ります。なので最初は歩行者に注意してください。瀬戸の方に入っていくと、もうだいぶ広い道で、走りやすいと思うので、そこからがもう 本番といいますか、見どころ等もお知らせいたします。で、行きはちょっと、上りの箇所が、2箇所短いんですけど、上りが2箇所あります。行きだけ頑張っていただいて、帰りは基本下り基調になってきますので、かなり楽には帰ってくると思います。行きと帰りで少しコースもちょっと考えておりますので、違うコースを最後まで楽しんでいただけたらなと思います。はい、自転車関係で奥様と一緒に YouTube やってます。で、いつもこういう風にカメラつけて、いつもカメラ何個持ってますか。カメラ4つぐらい、ここにも予備が、ちっちゃいカメラが予備がいってるよ。で、今回その有料ライドの内容も下見行った時に撮ってもらって、ちょっとどうしても中身が伝わりにくいんで、 QR コード読んでもらって動画が見れるように準備してくれたりとか、階段のところに QR コードあるので、ひまか島一周の、あのノーカットバージョンと、ひまか島のおすすめ場所紹介動画があります。よければまた見てやってください。どんどんちょっと撮って、もしかしたらちょっとお店にこういう映像を流させてもらうかもしれないですけど、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。いや、だからやっぱりそういうのあるじゃないですか。だからそういうのがやっぱ必要な方もいるんで、そうですね、初めにちょっと断りを入れてちょっと撮影します。お願いします。はい、基本なんか止まりますとか大きな声で言うんで、手放しとか多分怖いと思うんで、もう常にこもってればいいですよ。はい、で多分3番目の人がやってくれるぐらいの声は出すので。トイレとかはいいですか。手ももういいし、いいよ。慣れてないと思うので、ブレーキだけしっかり止まりますときにゆっくりかけてもらえば、止まりますの合図が出たら後ろに声で止まりますって言ってもらえば、連動していってもらえば。では出発します。はい、止まります。ここはかなり走りやすいので覚えておくといいですよ。こんにちは。お疲れ様です。じゃあちょっと広い場所に移動しましょうか。座る場所もありますので。